ビクトル・ウーゴ・モンターニョ・カイセドは、コロンビア・サンティアゴ・デカリ出身のサッカー選手。元コロンビア代表。カテゴリア・プリメーラ・ビーウルソ・マルソ・ SC 所属。ポジションはフォワード。初期サンティアゴ・デカリで生まれ、18歳の時に、ボゴタのミジョナリオス FC で、プロキャリアを開始したモンターニョは、2004年6月26日に20歳で、フランス一部の昇格組。 FC イストルと一年契約を締結。欧州初上陸となった2004から05シーズンは、中心選手として33試合に得点を挙げるも、チームの二部降格を防ぐことができなかった。モンペリエイストルの降格に伴い、同僚と共に、同二部のモンペリエ HSC へと売却された、モンターニョは、強力な右足と素晴らしい能力で、名前が知れ渡るようになり、 4シーズン後の2008から09シーズンに、首位の RC ランスと勝ち点差2で昇格を果たした。また、個人としては、得点王のグレゴリー・ティルから3点差の15得点、7アシストを記録する活躍を見せ、ベスト11に輝いた。昇格1シーズン目ながらも、チームは UEFA チャンピオンズリーグ圏内まで、勝ち点差2の勝ち点69で5位でシーズンを終えた。 個人としては共に昇格した、ランス、US ブローニュとのアウェーで、得点、2009年11月22日のラスック、リールメトロポール戦で2得点、さらに、12月23日には、競合オリンピックリオン戦で長距離から、先制点を挙げるなど、84本のシュートを放ち11得点、3アシストを記録した。レンヌ・モンペリエでの成功を収めた5シーズンを過ごした。 後にステップアップを目指していたモンターニョとジミー・ブリアンをリオン・アサモア・ギャンをサンダーランド AFC へ売却したことで前線の補強が急務となったスタトレンヌ FC の思惑が合致したため移籍金650万ユーロで同クラブと4年契約を締結した2010年8月14日に AS ナンシートの2010から11シーズン開幕戦で移籍後初出場を 飾ると、同試合で、先制点を挙げ、さらに野心ブラヒミの得点をアシストをして、勝利に貢献した。2011年1月9日に3部の AS、関路戦で2得点を記録した。2011年1月29日の FC 訴訟戦で、大敗する場面があったものの、トップ5位圏内を維持する好調なチームの中にあって、モンターニョ自身も3試合連続得点を挙げるなど、 チームに尽力した。まず、2月13日のオグック・ニース戦で、広格の危機にあえぐ相手に得点を挙げ、次のトゥールーズ FC 戦で88分に、決勝点となる、ペナルティーキック、2月26日のランス戦で、ラザク・ブカリの得点に続いて、得点を挙げた。この勝利により、ラスック・リール・メトロポールを抜きリーグ選手位となったものの、以降は5月15日に、 ジェローム・ルロワでの AAS、サンテティエンヌ戦で決勝点、5月29日の王者リール戦と、残り13試合で2得点と不振に終わり、また、チームも下降戦をたどっていき最終的に UEFA ヨーロッパリーグ予選圏内の6位で終わった。しかしながら、同2010から11シーズンのモンターニョは、攻撃陣のようとして、リーグ戦で31試合出場9得点4。 アシストを記録した。2シーズン目も同様に多くの試合で先発出場をした。UEFA ヨーロッパリーグ予選3回戦でグルジア一部のメタルルギルスタビトの第2戦で75分にシーズン初得点を記録、その10分後にジュリアン・フェレが追加点を挙げ、2試合合計7から2で勝利した。また、リーグ戦の方では、 昇格組のディジョンフコとの開幕戦で一得点1、アシストを上げている。2011年8月18日に、セルビア一部レッドスターベオグラードとの UEFA、ヨーロッパリーグプレイオフ第1戦で75分に決勝点を挙げると、第2戦では、試合開始10分に先制点を挙げ、後半途中にステファヌダルマと交代するまでプレーした。第2戦目は4から0で勝利し、 二試合合計六から一で本大会進出が決定。9月18日の AS 南シー戦ンでコンビを組むジョナサン・ピトロイパのパスから19分に先制点を決めた。2012年5月20日のシーズン最終節ではすでに降格が決定しているディジョン戦で9分に先制点を挙げている。過去2シーズンにわたり定期的にプレーしていたものの3シーズン目では メブリュとエルディンチに定位置を明け渡すと、さらに初先発を飾った2012年9月16日の FC ロリアン戦で試合中に右足を骨折した。負傷により3ヶ月の間でプレーできない日々が続く中、2012年12月22日の AC アジャクシオ戦でついに復帰を果たすも、2013年1月3日の練習中に 同じ歌手を負傷したことで再発し、離脱が決定。この二度の負傷の影響もあり、最終的に出場10試合中で、先発出場は3試合にとどまった。モンペリエ復帰2013年8月7日に、フルスモンペリエと契約したことが発表された。トルーカ2015年に1月3日、メキシコのデポルティーボトルーカ FC へ移籍。 オンセカルダス2016年8月11日、コロンビアのオンセカルダスへ移籍。U-20 時代には、アラブ首長国連邦で開催された 2003FIFA、ワールドユース選手権の中心選手として6試合に得点を記録し、チームを3位入賞に貢献。ただし、U-20 アルゼンチンを破った3位、決定戦には出場していない。 2008年12月29日に FIFA 非加盟であるカタルーニャ代表との親善試合に出場。2011年2月9日のスペイン戦に向けてエルナンダリオ・ゴメス監督の下で初招集されるも後に負傷により一員から外されている。同年3月末のエクアドルとチリとの親善試合で再招集され、エクアドル戦で A 代表初出場にして初先発を飾った。 主婦である母親と数学教師の父親の下で5人兄弟の末っ子に生まれたモンターニョは2004年からフランスに移住して以降で結婚して一人娘を持ち2012年11月29日にフランスの市民権を取得。なお、コロンビア国籍を所持したままのため二重国籍となっている。ありがとうございます。